せーの、そこでイチャイチャしないで。何？さあ、はい、クレーマグーです。おはようございます。ウランです。アクアパッツァです。アサメです。はい、というわけで今日はこちらをご覧ください。でです。うおー、今日はこの2人が私が言ったレシピのみで本格料理作れるのかというのをやっていきたいと思います。無理です。今日はね、アクアパッツァさんが来ていただいている通り、ここに用意したのはアクアパッツァというものを作る材料になります。まずアクアパッツァが何か分かんない。そう、分かってないもの。でもなんか絵は見た感じ、これ見た感じちょっとイタリアンな感じなのかなと思った。あー、本当の、なんか簡単アクアパッツァみたいな調べたらこれは入ってなかったんだけど、うちはアサリがあんま好きじゃないからエビも入れてもらおうと思って食べました。そうだよ、そうだよ。じゃあとりあえず適当でいいか。うちらはそこまで喋るよ。まあ私が指示係ということで、うちも作ったことないからどんな料理ができるかわかんないんですけど、でもレシピ読んではくれるんでしょ。そう、私が読むレシピを聞いてやってもらう。レシピさ、聞きながらやるんだったらさ、普通に作れない？ね、いける気がするね。まあどうなのか、これをやっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、あらかった。それでは早速読んでいきたいと思います。誰を読むの？読む。あ、切り身は塩を振って5分置く。何の？それの？何の切り身？切り身魚。あ、切り身だって。切り身魚は塩を振って5分置く。5分、塩。頑張って。ニンニクはみじん切りにしておく。ニンニクやって。プチトマトは半分に切る。プチトマトは7個ぐらいを使います。切り身魚は2切れ。ニンニクは1かけらでございます。それでは第一工程どうぞ。塩を振ってってさ、というわけで私は時間がすごく余るのでダルゴのコーヒーを試したいと思います。楽しみですね。本当？うん、本当？うん、なんかいろいろ聞いてね。誰に？うちに。教えてくれるの？わかんない。それは塩振るのってどっちか全体的じゃないですかね。おい、あいつ頼りになんねや。トマト何個つったか覚えてる？7個。いやー怖い。どんなものができるんでしょう。ダルゴナコーヒーはコーヒーをいっぱい入れます。まあね、エアちゃんは一人暮らしをしてるので、まあできなくもないお料理は。でもあさみちゃんはやったらできる子だと私は信じておりますので。ちょっと怖いですけど、あの人はカレーを作るのに肉を切らないでそのままぶっ込んだ女ですから。今どんな感じ？まだまだ。ちゃんとみんな意識してね、カメラ。はい、人たち、これをって。え、切るの？まだ口を出すの？あのね、あさみちゃんはね、謎の工程をね挟みたがるんですよ。あ、静かにすいません。コーキングターンちょっと、いや、あんた、あんた、ヒロ中ですね。トマト7個って言ったんでしょ。うん、7個だよ。これ、6個。というわけで、私はこちらに材料が入れられましたので、振っていきたいと思います。とても、うん、ガス漏れ、ガス漏れ。うわ、怖い。よし。何もしてないのによしって言ってますね。ニンニク。臭いですね、ニンニクはとても。ニンニクってそれだけでいいの？多分ね。あの人たちは話を聞いていたのでしょうか。ニンニクってこんなの？初めてニンニクに触れたみたいに。お弁当の匂いしない？ウィンナーの匂いがする。あ、それだ。とてもいいですもんね。あんた残酷なことしてるの。え？だって魚のかぶり物かぶって魚調理。それ言わない約束でしょ。できました。じゃあカメラにちゃんと見せてください。できた。それでは第二工程発表したいと思います。はい、はい、フライパンにオリーブオイルを熱し、ペーパータオルで水分を拭き取った魚を皮目から中火で焼き、裏返し両面を焼きます。何喋ってんだろう。まずオリーブオイルを熱したフライパンにキッチンペーパーでなんとかなる。魚をキッチンペーパーでよ。何キッチンペーパー。
じゃあティッシュでいいんじゃない？中火で、どっちから焼くんでしょうか？くっす。ハッピーハロウィン。じゃあいきます。皮目からだって。あ、え、すごい、一気に縮まっている。で、なんだっけ、その後全然聞いてなかった。なんかとりあえず中火で焼きだって。あっちい。てか、この魚形悪い。めっちゃ文句言ってる。かさい、かさい、あれ、いい匂いしてきた。でも弱火にしてニンニクを加え、香りが出たらプチトマト、アサリ、水1/2カップ、白ワインを加える。白ワインは大さじ2です。水、カップあるよ、あれ、え、あ、下下下、カップは下にあるよ。あ、言っちゃった。あった。これ簡単だね。思った。アクアパッツァとか得意料理何言っちゃうだ。アクアパッツァって言うかっけえ、かっけえ。3、2、1、かわいいです。トマト、水、アサリも、うん、アサリいけ。アサリが全部入れた。うん、エビも、エビも入れていいよ。大さじ2、うん、ついてる。いけ、アサミ。2人で料理してるのがすごくかわいい。なんかすごい上級者になった気分。オッケー。ふつふつとしてきたら蓋を閉じて弱火で5分間蒸します。蓋なんかあったっけ。全然足りてない。あ、こぼれる。もうハラハラしちゃう。せーの、あうち、せーの、よし、共同作業ですね。せーの、あー、細長いんだよ。いけ、入れるよ。うん、よし、次も食べた。で、蓋をして弱火で5分。弱火で5分。これだけ見てると美味しそうに見えない、ね、私はダルゴライコーヒーが完成しました。ふつふつしてきたよ。弱火で5分。味薄そうじゃん、これ思った。でも味付けんじゃない。あ、あるのか。いや、どうなんだろう。なんか素材の味がしたがりそう。ふわふわ。牛乳。赤い色が好き。牛乳って言った。一番先になくなるよ。赤いクレヨン。できたか？もうちょっとです。できたか？もうちょっとです。もうこれは飾り付けも大事だよ。確かに飾り付け、そのお皿に並ぶ、うん、結構なんか量多そうじゃない？入んないかな、これだと。漏れそう。漏れる。もういいよ、皿割れる。できた？なるほど。できた。そこでイチャイチャしないで。怒られた。危ない。飾り付け命だわ。そうだね、多分。そうしよう。テリリリテリー、ダルゴナコーヒー完成。でも、もっとふわふわにした。電動ミキサー買おうかな。いらない。どうぞ。お、前回よりすごい、ふわふわ、うん、ふわふわだ。うん、うん、うまいね。この間よりうまい。見て、はい、体調見てください。体調見ます。可愛いですか。なんかできてね。やばい、ストーリーのせいをアクアパッツァ作ったね。じゃあうちアクアパッツァ食べたってやろう。はい、では最後の指令です。スープを味見して物足りなければ塩コショウで味を味見。味見系。これがクソ難しいことだよな。皿に盛り、イタリアンパセリを散らして出来上がり。味見します。はい、あー楽しみ。どういうことできないかな。薄い。塩コショウします。はい、何、コショウ係。じゃあ塩係。一振り巻き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 。かわいい。もっと、これ公開に行こう。アサリは口開いた？開いてる、開いてる。おー、ア
ザリの酒蒸しとかあるもんね。多分ワインで蒸されてるんだけど。いや、これも？これもだ。かわいい。早く食べたい。何？うまい？ここに口内炎できた。じゃあ盛り付けよう。盛り付けるぞ。せーの。あー！まあいいさ、くっつければ。出来上がりということで、皆さんも出来上がりをお楽しみに。はい、というわけで完成したようなので、こちらに持ってきていただきたいと思います。うわー、すごーい、と言って魚介類をトマトとオリーブオイルなどともに煮込んだナポリ料理だそうです。そのいただきます。いただいてみよう。うーん、エビ。うん、食べてる。美味しい。白身魚エビ、これはタイを使った、使ってもらった。うん、やばい、やばい、うちの料理うまい。これはやばい、これは絶対彼氏に作ったら、うん、え、やば、マジこんなん作れるのってなるやつ。アクアパッツァパスタ作ってあげたい、彼氏に。ね、いい、これ絶対いい。見た目は合ってる。見た目はこんな感じ。アクアパッツァパスタいいな。え、こっちよりうちの方がうまそうじゃない？な、ほんとだ、まずそう、それは。あ、すごい、うまいね。美味しい。うん、これからも2人とも得意料理アクアパッツァにしな。できるよね、もう。うん、でもいや、もう作る工程忘れた。でも簡単じゃない？結構本格的なさ、うん、ナポリ料理だってイタリアンじゃないのかな、これ。でもこれもうちょっと魚焼いたらこう何、香ばしい感じがあったかも。あ、これやばい、うまっ、うまっ。うちらうまいよ。彼氏に作ってあげたい。麺も作ろう。うちも作ろう。いないけど、いないけど彼氏から作ろう、まずアクアパッツァ。じゃあ次の企画は彼氏作ってみた。そうだね、レシピみたい。レシピ読んで彼氏作ってみよう。こんなん作ってる場合じゃなかったね、うちら。おいしい。さっきからなんかすごい、あ、ニンニクすごい、この魚と思ったらニンニク食ってたわ。めっちゃ味濃いじゃんとか言ってたやつニンニクだったわ。実は、うん、サプライズある。何？見たい。うん、うん、え、何？え？サプライズ。どういうサプライズ？ね、ライズ。アサミ、それいいんだよ、失って。普段がさ、アサミ開いてるって言って開いてるって言ったじゃん。でも開いてないのがあったから二人で慌てて隠蔽したアサミ。嘘でしょ？かわいそうに。開いてるじゃない、この子。食べられたくなかったんだね、きっと。すごい簡単なので、あの参考レシピはにしたやつは概要欄に載せておくので、みんなも本格料理作ってみたかったらこれ作ってほしい。なんかあさり食いすぎてあさりになりそう。え、和田アッコじゃん。和田アッコめっちゃ失礼だね。こんな失礼な和田アッコってあさり聞いたことない。しじみだ、しじみ。そっちもちょっと。しじみ70個分の力の CM って。よく見てる。隠れファン。今大根の隠れファンです。すごいね、二人とも。うん。裏より料理上手かも。いや、これはそうだよ。だって昨日はエアが朝ごはん作ったし、うん、一夜目が。そう。偉い。じゃあ次回のさ、なんか決めよう。なんかないかな。うん。あの、聞いたことあるけど、わかんない。わかんないやつ。ガスパッチョ。それ本当に料理なの？それな、どういうのイメージする？ガスパッチョ。東京ガスのキャラクターです。違えよ。アーリオオーリオ、なんか地元のやつ。エアー、何？最後の音声と思ってるよ。ありがとう、今トイレ中。トイレ中。裸でトイレすんなよ。ありがとう。これ言われた。ありがとうね。
ありがとう。バイバイ。閉められた。